よし、改善地につけ。さて構えて。なんだあの構え。はじめ。まあいい、この森で。俺の名前は鎧塚三杯だ。サーパインの流儀は無得体にあらず。脊髄への打撃、首相撲からの投げ技が認められるなど、無得体との共通技術が多い。最大の相違点は素手で試合を行うこと。素手ではラウェイ。膝をついた。頭部以外を狙われていたらこの試合終わっていたぞ。よっしゃ、説明してやるぜ。頭蓋骨はラウェイの命、さらにラウェイ最大の。よく喋るな小僧。もう勝ったつもりか、この程度の傷で。おごるなよ。なんだそりゃ。なんだこれは。サーファイン選手を殴り飛ばしました。あんた最高だぜ。前傾姿勢。そう、特攻というやつか。次の連撃で決めてやる。俺は絶対に勝つ。必死初手。決まり手は に対する鎧塚サーファイン、頸椎への肘打ち下ろし。